どこまで話したっけ。そうだ、アルハイゼンが文爵を受賞したって。心にもないことさ。だろうな。ああ、じゃあ自分の実力を隠すためにごまかしたってわけ。わざとに決まってる。他人に実力を気づかせないためだ。実力ね。セノより強いのか。それはないな。そういえば先週アイデアを得るため砂漠に行ったらあいつに会ったぞ。古代文字を調べるならなぜ僕を誘わないんだ。旅費だって半分で済んだの。強さを評価する気にはなれないけど、あいつは甘く見ない方がいい。口を縫い付けておく方法は学んだと思っていた。悪口なんか言ってないさ、むしろ褒めてたんだ。まさかカードゲームのために呼び出したわけじゃないだろうな。君は取っ組み合いの喧嘩が得意かどうか議論してただけだよ。手札を隠しているな。まさかあんま喧嘩しないの。ありえない、こいつは性格が悪いんだぞ。手を出すまでもない。よく考えれば分かる。晩鐘は必ず繋がっている。中でも最も脆い部分を見出す。要点さえつかめば全ての面倒事は単調な循環になる。理論の演劇、考えることに比べれば執行は一瞬だ。分かりやすいだろ。はあ、全く、はあ、君に聞いたのが間違いだった。素晴らしい答えだったと思うが、マスター、悪くなさそうな酒だ。俺にも一杯。